沖縄裏白樫はかつての首里城でも使用されていたと考えられている木材で、専門家が国頭村の森で再建にふさわしい樹齢およそ100年の樹木を選び出しました。お材木を那覇へと運ぶ小引きパレードに先立って、国頭村森林公園では地元の奥間区におよそ400年前から伝わる演舞で木材を運ぶ情景を表現したクンジャン砂漠絵が披露されました。首里城に自分たちの山から出せる祖先から子孫にちゃんとつなぐことのできるね、一つの記念すべき日だったのかなと思います。那覇へと送られたお材木は明日開催される世界のウチナーンチュ大会の前夜祭で披露されることになっています。